小島選手お疲れ様です。お疲れ様です。開幕2連勝まずはおめでとうございます。ありがとうございます。ゼルビアに今年加入してから2試合連続でスタメン出場していますが、ゼルビアのスタイルには馴染みましたか？はい、まあ、少しずつ慣れてきていると思います。そんな中で前節、小島選手ベスト5セーブに選ばれていますが、選ばれてみてお気持ちはいかがですか？まあ自分の中ではそんなゴールを守る当たり前なことをしただけなので特に何もないです。ディフェンダーとしてはすごい珍しい選出だと思いますが、あの場面を振り返ってみるといかがでしょうか？まあとっさに頭が出てよかったです。そんな中で、今日から甲府戦に向けて練習が始まりました。チームの雰囲気などはいかがですか？まあいい感じで来てると思うので、まあ、甲府戦も勝てるようにしっかり今週1週間準備できたらなと思います。具体的には、練習中でこんなことをやっておきたいなどはありますか？いや、まあ、一つ一つのプレーを集中してやることです。最後にファンサポーターの皆様に向けてメッセージをお願いします。次も勝てるように頑張るので応援よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。